どうもライフルショップインストつばきおえです。いきなりですが皆さん、メンテナンスしますか？まあなんでこんなことを急に聞いたかと言いますと、まあ今ねコロナウイルスの影響で試合もどんどん中止になってますし、車場の方もですね結構閉鎖しているところが多いと思うんですけども、まあ、そうなってくると打つ機会もなくなって、なかなか銃に触る時間ないんじゃないかなと思うんですよね。まあだからこそそういった時に銃のメンテナンスをですねやっていただくのはいいかなと思いまして、今回自宅でできるメンテナンスについてご紹介していきたいなと思います。で今回ですねご紹介しますのがこれですね、エアライフルと、あとまあエアピストルも同じなんですけども、その銃身のクリーニング方法をご紹介したいと思います。でエアライフルとエアピストルのですね銃身のクリーニング方法は大きく分けて2つありまして、1つがモップタイプで、もう1つがフェルトペレットですね。そちらを使って掃除する方法があります。で後者のフェルトペレットはですね、普通に弾を撃つようにしてフェルトペレットを装填して撃つことで銃身の中をきれいにするんですけども、まあ、フェルトペレット自体にですね粉がついてたり、まあ、その粉が銃身に残ったりですね、他にもちょっと銃の方に影響を与える可能性があるというふうに言われてます。なのでちょっと私どもの方ではおすすめしてないんですけども、まあ、お手軽なので好んで使う方もいらっしゃいますね。でもう一つのモップタイプなんですが、まあ、フェルトペレットと比べると少し面倒くさいですけども、そちらの方が汚れも落ちますし、より効果的かなと思います。まあ、なので今回はですねこのモップタイプを使って掃除の方法をご紹介したいと思います。では早速掃除していきましょう。今回使用しますのがこちらの HG のクリーニングキットと、あとクレバーのバリストール使います。でこの HG のクリーニングキットはですね、中にモップとロープが入っております。でそれを取り出していただいて、このモップなんですけども、結構長いんで半分にするか、あとは3分割していただければ節約できます。今回は3分割しちゃいますね。でこのロープの端っこはですね輪っかになっておりますので、そこに先ほどのモップを5本つけます。このように通していただいて、こうですね。でまあそのまんま通してあげてもいいんですけども、おすすめとしてはこのバリストールをつけることをおすすめします。なのでこちらを開けていただいて、こういったピンに入ってるんですけども、これちょっと私なので結構減ってるんですが、これをこのモップにつけるんですが、そんないっぱいつけなくても大丈夫です。少量で大丈夫なので、こちらにちょこっとつけていきます。でつけましたら、この装填口にですねもう片方の方から通してってあげて、そうすると銃口の方からロープが出てきますので、これを引っ張ってあげます。まあ、そうやって銃身の中を掃除していくんですが、見えるかな、反射してるのはですね鉛の塊ですね、銃身にこびりついてた。まあこれちょっとこの動画を撮る前に50発程度撃ったんですけども、それだけでもこんなに汚れてますからね。で1回オイルのつけたモップを通した後はですね空拭きをします。なのでもう1回5本をロープにつけて空拭きします。2回目はこれぐらいですね。もうそんなに鉛の塊とかは見えてないんですけども、まあ、まだ汚れが付着してます。
で、まあ気になる方はこれ何回か通してあげて重心の中きれいにするんですけども、まあ全く汚れがつかないぐらいまでやるのは結構大変じゃないかなと思いますので、そこは好みでやっていただければと思います。まあ、あとエアピストルも掃除のやり方は同じですので、こちら参照していただければいいかなと思います。で、一つワンポイントアドバイスがありまして、このモップを通すときにですね、このようにやりますとモップが横の方向が当たるんですね。なのでこれで一回通していただいた後、回転させて縦になるようにしてあげると、まあ、全体的にきれいにすることができますので、ちょっとそこを工夫してあげるといいかなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。まあだいたい50発ぐらい打ってあれだけ汚れるので結構汚れてますよね。まあなのでずっと掃除してない方はですね、結構ライフリングに鉛がこびりついてるんじゃないかなと思うんですけども、このクリーニングについてちょっと賛否両論あります。まあやった方がいいっていうのと、やらない方がいいっていう案ですね。これはちょっと難しいところなんですが、まあ、やっぱり銃をですね毎回きれいにしてあげるっていうのはすごい大事なことなんですけども、まあ、クリーニングすることでライフリングの鉛とか取りますし、まあ、クリーニングした後はですね、慣らし運転じゃないんですけども、まあ、その間弾着が安定しないっていう意見もありますね。まあ、これは実験したことがないので正直本当なのかどうかっていうのはわからないんですが、まあ、そういう意見もあります。まあ、ただやっぱり掃除しないよりかも掃除してあげた方が銃も綺麗になりますし、あとまあ気分的に当たりそうな気がするみたいな、まあ、ちょっとプラシーボだろうって言われたらそれまでなんですけども、まあそういった気分的なものもあると思うんですよね。まあ気分、射撃には大切なんで。まあなので今回こちらの動画を見て少し気になる方はですね、ぜひこういったものをお買い求めいただいて掃除するのもいいかなと思います。でまあ掃除もですね、車上で終わった後にパッとできますし、まあ家に帰った後にでも全然簡単にできますので、で揃えるのもこれだけですからね、そんなに負担にもならないと思いますので、ぜひ気になる方はやってみてください。まあ、次回はですね、スモールボアライフルのアンシュッツのボルトの分解掃除ですね、そちらをやっていきたいと思います。それではまた次回お楽しみ。アウフビーターゼー。